皆さんこんにちは。今回は水の間激究極キャラのエマリを使った水の間のね立ち回りを紹介していこうと思います。よかったら最後まで見ていただけると幸いでございます。今日ね、今回少し簡易的な動画になってしまうんです。2、3分ぐらいの動画になってしまうんですけどね、まあ見ていただけたらなと思います。まず1手目なんですけども、まあ大体ここにくぼみがあると思うんですけども、左角のここら辺の左角を狙って僕はいつもやっております。で、行って帰ってくるときに、まあ、キャノンベース踏んでれば OK です。で、ゲージに関しましては必ず決めてください。決めないとね、まあ成功率が下がってしまうので必ず決めるようにはしてください。で、2ピーのサルトビに関しましては、だいたいここのねゲージとエネミーのまあ間ぐらいを狙って行けばだいたいいけると思います。まあちょっとね微調整が必要なんですけども、そこはね慣れですね。で、3ピーのエマリを中央にずらします。で、この際にね 4P のアドリンもまあ友情も発動ねさせるとかなりグッドですね。はい。で、あとはね簡単で 3P の紋章のエマリ、まあちょっとね紋章の紹介をしていなかったんですけども、まあこのねゲージ必中ついている紋章のエマリでプラス耐水もあったら OK ですね。はい。で、これで右上のキャノンベースを狙って弾けばだいたいね840万ぐらい出てまあ倒せますねっていう感じのめちゃめちゃ簡易的な動画でした。よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。